想兵団ラジオ。皆さんこんばんは。テレビアニメラグナクリムゾンにてスターリアレーズ役を担当しております日高里奈です。皆さんこんばんは。同じくテレビアニメラグナクリムゾンにてヘゼラとグレア役を担当しております土屋リオです。この番組は大好評放送中のテレビアニメラグナクリムゾンの魅力を私たち銀装兵団と一緒に分かち合っていく番組でございます。はい、もうやばいよ17。やばい、みんな見た？どうなってんのあれ。きっと見てくれているね。え、ちょっとそうなんですよ、やっとね、なんか、はい、勝ったって思って、うんうん、しかも主人公とヒロインか、まあ、ヒロインっていうのもスターリアね。そうですね、そう、もちろんもちろん。でもう隣でもうすごい目で見られてる。いやもうあよかったってか、やっとここからって思って、うん、笑顔でって言ったんだけど、うんうん、何あのショッキング、ね、ドンバーン。いやすごい、どうなっちゃうの大丈夫？だってリアネ首完全に、であのさ最初私出てなくてさ、このラジオやってて大丈夫かなと思ったけどさ、はい、このタイミングでさいなくなっちゃったらさ、私大丈夫？またラジオやっててそうですよ、いろんな思いが出てきてもうラジオ普通にできないよ。そうですよ、グレアもだって、ね、そうだよね、半分ね、そうですよ、半分いやいや固まれがやばいよ、もうほんとそれ以私半分になっちゃうかもしれないそうだよ、今どうなってるかわかんないですけど、どんなコンビでやってんだって感じなんだけどね。結構ショッキングなね映像でしたけど、本当に盛り上がって目が離せない展開でございますから、はい、今後も注目してほしいなと思うんですけれども、うん、そんな中2月11日土曜日にですね、はい、キングアミューゼントクリエイティブの公式 YouTube チャンネルにて、うん、ラグナとスターリアのリリックビデオが公開されました。なんかあれもなんかね、なんかねタイミング的になんかちょっとね、いやめちゃめちゃいいしかっこいいし素敵だ し、ね、名場面もたくさんね、はい、あったけど、このタイミングだとなんかさか、ね、違う意図というかなんかさ、うん、ね、なんかねもうリアネに会えないんじゃないかみたいな。そういやそれだったらもうちょっとやばいよそうですよ、いや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 諦めずにね。そうですよ、まだ分かりませんから。そうです、はい、今後ねちょっと注目してほしいなと思うんですけれども、はい、まあ、前回に引き続きね、うん、ラジオの方には村瀬さんがね、はい、来てくださってるということなので、うん、ある企画もやっていきたいと思いますから、はい、楽しみにしててください。それではそろそろ始めていきましょう。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ出撃じゃ。ラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ。改めましてこんばんは、スターリア役の日高里奈です。改めましてこんばんは、ヘゼラとグレア役の土屋リオです。そして本日のゲストは前回に引き続きこの方です。あれすごい、泣いてる泣いてる、急にインスタの首が繰り上げ合格でヒロインになりました。やめてよ、村さんもです。ひどいよ、やめてよ、泣き物にしないでよ、まだわかんないじゃん。スタリアさんの分まで、違う作品のヒロインとしての顔ね、このままでいきたいと思います。ほんとヒロインの顔ね、この人はね今かと狙ってますよ、ずっと。もう今だからもこんなタイミングで村瀬さん来ちゃったからやばいですよ、一番侵略するタイミングだから。だから来週からあの土屋さんのラジオになってここの座も、このラジオの座も、はい、ありがとうございます。違う天から見守っていてください。お願いします。まだ諦めませんよ。まだだって引きのところちょっとね意味深の、そうだからみんな、おやどういうこと、え、うんうん、ってことはみたいな感じにはなってると思うんだけど、うんうん、はい、まあ、今後ねいろいろ明かされていくかな、ますます気になる展開のところ、うん、そう。でもそれで言うとだってクリムゾンだってね出てねえから、そうですよ、そうですよ、そうですよ。どうなってんの、おいキングレコードどうなってんだなんで出てねえんだおかしいだ、ラグナクリムゾンって書いてあってさクリムゾンが出てねえわ。そう、ラグナだけですからね、ラグナだけですからね、キングレコードの陰謀ですよこれは。原作からだったちゃんと原作ありますからね、はい、まあ、そんな中でまた今回ね、うん、2週にわたって来てもらってるわけですけれども、はいはい、でもそれで言うと、うん、もともとその本編終わった後にすぐね振り返りの、うん、まあ、ラジオじゃないけどコメントとか毎回撮ったじゃないですか、あの X の方で投稿されてる、うんうんうん、だけど放送を受けて、うん、なかなか語る場って今までなかったんじゃないですか。なかった。それで言うとどうですか、やっぱ原作から確かにちょっとファンでいる、うん、村瀬さんは、いや、うん、アニメを見ての感想というか、まあ、それこそね収録の時って絵もまだね出来上がってなかったりとかしてますけど、
なんかやっぱ、うん、あ動いてるっていうのと、うん、こういや改めてこの作品だけじゃなくていろんな作品でそうなんですけど、うん、アニメーターさんがすごくこう、はいはい、意思を持ってさここをこういう風に演出したいっていうところが特に戦闘と、はい、あとあのごめんなさいちょっと手前びいきなんですけどクリムゾンの顔のアップになった時にあやっぱこういう感じで描きたいのねっていう、うん、なんかこっちのお芝居をすごくあの意識してクリムゾンだけじゃなくても皆さんそうですけど、うん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 、特にあの銀姫はやっぱヒロインらしからぬあのグギギの顔とかさ血管ボコボコで日高ちゃんのあのギャグ線の高いお芝居がすごく活かされてたりとか、うん、なんかめちゃくちゃあのこっち側の出したお芝居をすごく丁寧に、うんうん、でなおかつ熱をさらに加えて出してくださってるから、うん、結構感動してて、うんうんうん、これはやっぱあの海外でもね人気ってお話聞いて、うんうん、海外でも人気出るよねって思って、うん、ただただ嬉しい。で本当スタッフさんがなんかキャラクターを楽しんで描いてくれてるんだなとか、うん、愛してくれてるんだなってとか本当にいろんなとこで感じられて、うん、そうだね、そこがまた嬉しいですよね。もうその通りなんよ。でもそれで私聞きたいのが、うん、推しキャラっているんですか？あ確かにこのラジオでよくねその、うん、リュウちゃんがねもうどんどん推し待ちして大変なんです。そうなんですよ。そなんあの銀装兵団側なのにさなんか翼の血族に推しがそうなんです。クリムゾンも好きだしクリムゾンもクリムゾン様、まあ、もいやいやそこも大事だけどもいや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 今もう、ね、いやリアネアが一番ですよ。あもちろん本当でも話数によって違うんですよそのあでもねわ、うん、かるやっぱ話数によってタラちゃん、うん、特にそうタラちゃんとゾラネーのこれもうだって今だってもうすごい傾いてますゾラネーやばいよねまだねやばいんだよ。でしかも17、18のこのあたりで、はい、やっぱゾラネーの感じがさどんどん、うん、でも推しが増えてくのはわかる、うん、そう好きになっちゃうんだよね見るたびになんかこっちも好きしかもどっちが敵かわかんなくなってもその主な理由はまずクリムゾン。そうクリムゾンあなたのせいですけど、うん、あのそうです私がクリムゾンまあでもなんか本当に先生がどっちも魅力的に書くこのなんだろう足し算引き算というかそのちょっと精度がやばくてすごいですよね。すごくみんな好きになってくなんだったらやっぱあのアイザックとかもあー好きただのメガネで出てきたのにどんどんキャラが立ってってでフーとかもねこっから先もねそういや銀装兵団やばいですからね。いや銀装兵団やばいで同じぐらいでも翼の血族もやばいそうなんですよドラマチックですとってもそうなんです。いや推しでも難しいね決めるの。でもなんとなく、はい、クリムゾン視点で言うとちょっとおかしいけど、うん、あの役やってるとやっぱ自分と近いところの役の人ちょっと気になってくるから、はいはい、結構ねキメラとゴーレム好きであはい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 、うん、スライムはもちろん好きなんだけど、うんうん、なんかあの野戸さんの、うん、あの癒しボイスで、うん、ちょっとあのおつむ足りてない感じの、うん、かわいいでもずっともだいちゃって、うんうん、めちゃくちゃ可愛い。あとあのゴーレムもね、うん、あのロアン中将の時はトーチさんの、はい、むーちゃかっこいいイケボみたいな、かっこいい。でもちょっと残念かもね。あそう残念かのえおいらがですかみたいなあの感じから赤羽さんもね、うん、なんかちょっとあの足りてない感じの、うん、ポンコツなんだけどちょっとやる時は実はちょっとガラッと変わる感じの、うん、見事にお芝居されててちょっとしもべたち推しですね僕は。お二人、うん、二人のやりとりもいいですよね。なんかわかる強いのになんか喧嘩が小学生レベルそうなの。可愛くてこの作品ギャグ的なね、うん、その要素も多かったりするから、うん、なんか愛着というか、うんね、かっこいいだけじゃないっていう、うん、一面がね見れるのがまたいいですよね、うん、ありがとうございます、はい、なんか皆さんからも、ね、たくさん村瀬さん宛てにメールもね届いてるので、はい、紹介していきましょう、はい、ありがとうございます、はい、チュンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは、アニメもラジオも毎週とっても楽しませていただいております。ありがとうございます、私はアニメからラグナクリムゾンのことを知ったのですが、うん、超絶バトルの連続で一瞬でドハマりしてしまいました、うんうん、中でもクリムゾン様が言葉で形容できないほどあまりにも魅力的で登場するたびに興奮しすぎて泣いてしまいます。すごい信者だ、そんなゾン様役の村瀬さんが、ゲストとのことで質問です、はい、ゾン様はクリムゾンの他にエリス、ベロニカ、クリシュバイスなど、うんうん、様々な姿がありますが、ね、村瀬さんが特に気に入っている姿はありますでしょうか。よければ日高さん土屋さんの推しゾン様もお聞きできたら嬉しいですということでありがとうございます。もういろんな形態持ってますからね。確かにそうですね。そういった意味でもやっぱ、うん、難しいキャラクターというか、うん、数字まではいかないねキャラクターなんですけど、うん、確かに演じる時とかになんか自分の中でのなんかあるんですか、作り方とか。へえ、なんだろうね。なんかでもこのクリムゾンはすごく自分の、美貌というか魅力とかを客観的に
分かる人なので、うん、でなんかあの風に言ってたようにやっぱ男にも見えるし、うん、女にも見えるみたいなところで一番なんか中性的な美味しいところをもらってるから、うん、なんか結構普段のクリムゾン形態気に入ってて、うん、性別もまだどっちか分かんないし、はいはい、なんかこうすごくどっちにも見えて、アイクはねなんかそれこそあのえ男だろみたいなツッコミあったけど、うんうん、なんかそこがすごくクリムゾンの魅力なんじゃないかなと思いつつ、うんうんうん、でもお芝居してて楽しいのはベロニカ様とか、ね、あもうなんか、うんうん、もうたっぷり嫌ななんかあの嫌なセクシーなお姉さんをやれるっていう感じが楽しいですね、うん、でもそういった意味で本当村瀬さんにしかできないにゃんの役というか、うん、そう本当にそうなんだよ普通一人の人ができるって思ってやっぱ村さんしかいないですよね、うん、いやなんかありがたいですけどねそうやって言ってもらえるのは、うんうん、でも私もやっぱクリムゾン好きですね、うん、なんかそう私もです、うん、いつものクリムゾン、うん、とかどっちともつけないこの塩梅が、うん、そう悔しくなっちゃうけどそうまあちょっとあのヒロイン天からやっぱりいやヒロインとして天からじゃないのよあのもう2代目でいいですあの繰り上げ当選でいいんですよ違う任せてこのラジオも守るからちゃんとわらわが守るいやいやキャラまで奪おうとしてるよキャラまで新しい携帯が変化されるやばいやばいわらわ携帯が変化されるんだ危ない危ないじゃあもう次行きますか次行きますか、うんうん、ラジオネーム H さんからいただきましたありがとうございます皆さんこんばんはこんばんは村瀬さん演じるゾン様はラグナをはじめ最近では銀装兵団の面々を自身の魅力や熱弁で上手にコロコロしていますねそうですね催眠してますね、うん、もし村瀬さんがコロコロできるなら、うん、どのキャラをたぶらかしてみたいですか、うん、あ、俺が俺がコロコロできるなんて推しともまた違う難しいねえでも確かになんかその攻略方法聞きたいかも村瀬さんが、はい、この人はこういうアプローチでコロコロできるとか攻略するみたいないろいろ考えそうだから俺はねでもなんかねそこのところはすごく単純で自分が興味ある人だったらもう自分からズイッとこう行っちゃうから、はい、なんかすごくこういう関係的にも自分が仲良くなった人は全部自分から言ってるかもへーあんま人見知りしないかしないね、うん、で逆にでもなんかどっちもあって他の人からこうなんか来られるのもすごい好きで、うん、なんか話してやっぱその人があ何考えてるんだろうとか、うん、どういうこと好きなんだろうとか、うん、あだからなんかこういうお芝居してるのかなとかなんか自分の中でなんとなく仮説を立ててこうやって見てあ面白いって思うのが好きでそれの検証してる感じかなだからコロコロって難しいなあでも、うん、あの変な言い方になるかもしれないけどおじさん転がし上手すごくいや なんか変な話だけど、ねねねね、いやなんかわかんないけど俺とんでもなく、うん、あのおじさんに好かれる才能があってへなんかわかんないんだけどあのどうしてかわからんのだがとても好かれるからなんでなんだろうって考えた結果なんかね年の子というかそういうおじさんたちの昔こうだったんだよとかあのこういうこと考えて生きてきたみたいなヒストリー聞くのがすんごい好きなの聞き上手っていうのもあるんですね多分だからなんか気になってやっぱ自分からそれでどうなったんですかみたいなの聞きながらなんかそれでこうお酒飲んでるともう最高に楽しく酔っ払えるからだからおじさんが先輩のだから60代70代とかもう、まあ、50代ぐらいの方でも全然いるけどそのぐらいのご年配の方がいる飲み会とかもいっちゃん好きへでもなんか確かに本当いろんなものに興味があるあるですかそれがすごいというか興味がある感じで来てくれるからこっちもやっぱ話したくなるし、うんうん、でもやっぱね興味がないと逆にスンとしちゃってへ向こうからいっぱい来てくれる分にはあなんか来てくれる面白いどういう感じだろうと思って行くんだけど、うんうん、なんか普通にこう なんていうのかな日常会話らしい日常会話にあんまり興味がないというかへなんかお芝居ってさそれこそあの先週、はい、あの性ヒロインのスターリア役をやられている、はいはいはい、日高さんは、はい、僕のこと変態って言いましたけどあ根に持ってるかも変態って言いましたけど、はい、でも、はい、うん、やっぱ芝居ってなんかその人のちょっと歴史というか、うんうんはいはい、その人が考えてきたちょっとなんかこう人間観とかって同じ人がいないから、うん、ある意味なんか自分のこう恥ずかしいところもだらしないとこもダサいとこもちょっとさらけ出してるわけじゃないですか、うんうん、やってる時に、うん、それをなんかこうお酒が入った状態で話してると普段は明かしてない手口とかもなんかポロッと言っちゃったりするのが面白くてでそうするとでそういうところ意外とこう何変態じゃんみたいな感じで言うと結構おじさん喜ぶからおじさんコロコロするの楽しいみたいなおじさんの扱い方を、まあ、教えてもらってみたいになっちゃったいやあとなんか、うん、なんかねあのこれは俺の声で得してるなって思うんだけど、うん、やっぱ普通の男の人よりも声が高くて可愛らしいから、
優しくしてもらえるおじさんに、なんかすごい怖い先輩なんだよとか厳しいよって言われてても、うん、結構飲むとえちょろいじゃんみたいなあれいや なんか全然イージーじゃんみたい なめっちゃ優しいみたいな。でも声のだけじゃなくやっぱ村井さんのやっぱキャラクターが、うん、確かに文字だけでなんか見ると、うん、結構攻めてるなっていう発言も、うん、やっぱ村瀬さんが言ってるとか、ね、言い方とかもありますよね。あると全然なんか面白く楽しくというか、うん、確かに普通に考えておじさんちょろいなんて言えないよね。そう文字だけどまとめサイトとかも怖いですけど確かに確かにまとめるなちょっとまずい。そうそう、あの言葉の雰囲気がちゃんと、うん、言葉の温度感が大事ですから ね、うん、でもなんかすごくコロコロ、うん、でもこの作品で言うとコロコロしたい人は、うん、フーさんとか、あーフーはやっぱね楽しいよね、コロコロしたいよね、いろんな表情を見せてくれそう。で、あのちゃんと自分のフーの尊厳とか意識は保った状態でコロコロしたい。でそれでうわ今なんてこと言うとるんやみたいなことを思いながら、どうしたんですかみたいな、上級者だなんかだんだん屈服していく感じを見たいですよね、コロコロして。すごいね。それで最終的に催眠調教していけフーって、うわード S ですかやっぱり。わかんない。でもさ役者ってなんかどっちの面も持ってると思うわけ。まあまあまあ言いますよね。あれみだってさこうやってなんかよくわかんない仕事をさずっとなんかやり続けて終わりもないマラソンね、しかも答えもね、うん、そうそう、やっぱ辛いというか、なんかうまく答えられなかったな苦しいなっていう時もあるわけじゃない、うん、でもそれでもでも好きだからやるんだってなんかとんでもないド M のようにも聞こえるし、うん、確かに両方持ってるのかな。でもねこれは多分あのめちゃくちゃ天の弱だから、うんうんうん、逆にこっちにワンワン来てくれる人にはだから千秋とかには俺もワンワン行っちゃうので逆にこっちに S 系のあることをしてくる人にはこっちも S 系で返しちゃうんだよね、だからあんま成立しない感じでそのままこう平行線で行ってくれるのを楽しんでくれる人が好きなのかも。なるほどね、うん、逆に行くんじゃなくて、うん、あえて同じアプローチの仕方してハマんない、なんかそういうハマんない感じがずっと続くのが楽しいみたいな。すごくないですか、なんかね変態だ変態だ出ちゃったもん変態。あのこのラジオにおいてはあの村瀬のこと呼ぶとき変態って呼んでもらって大丈夫ですそれだけ聞いたらなんか悪口みたいだけど確かに、あそんなんでなんかまとめられたらねですよ、そう秘宝土屋理央変態というとかなったらあ前回来た変態がそうだダメだダメだこれはこれはダメだ流れを、ね、知らないとちょっと危ないかもな。そうだね、危ないからやめておきましょう。やめとこうかね、はい、じゃあ次行きましょうかね、はい、続きまして、ミカさんからいただきました。ありがとうございます。日高さん、土屋さん、村瀬さん、こんばんは。こんばんは、村瀬さんがラジオに出演すると聞いて初めてメールを送ってます、うん、ありがとうございます。いつもラグナクリムゾン楽しく見させてもらってます、ところで皆さんに質問です。もし自分がラグナクリムゾンの中のキャラになるとしたら誰になりますか？私はいつも頭の中で下水ことを考えているクリムゾンになってその思考を味わってみたいです。おいいやいやいやちゃんと正義のためにやってますから。うんうんじゃないうんうんじゃない仙台ヒロインね待って今もなの仙台ヒロインと次がいるじゃんもう。いい人だったな。違うのよいやこのタイミングに読んだら間違いだったわ最高ちょうどね最近寒くなってきたのでお三方もお体にお気をつけてください、うん、これからもラグナクリムゾンと下水クリムゾン楽しみにしています。ありがとうございます。何になりたいか、2人はある？でもカムイになりたいんです私。あーハモったいいですね。カムイの どういうとこがいい？でもカムイはだってもうずるくないですか。ずるいずるい、あの全部持ってる、ね、そうなのそうなんですよ全部持ってる。あのまあでね、いろいろ今のタイミング的には脈柄的に食うと思うこともあるんですけど、うん、やっぱ諏訪部さんの生態を持った状態でなりたくて、うん、はいわかる。でも何でもよくないですか。もうだって多分あの普通にその辺散歩してくるわって言うだけで、うわ諏訪部ちゅんちゅんあの響きとイケボなんか普通にふわーって自分であくびしただけで多分自分に酔いしれると思う。酔えるぐらいのキュンとしちゃいますよね。しかもねあのちょっと先ってかだいぶ先に、うん、カムイのちょっとちっちゃい時の話も出てくるんですけど、うんはいはい、実はちょっとネタバレになっちゃうんだけど、うん、その時の CV も最高だから、うん、楽しみにしとけお前らすごいよ。どっちの CV もなりたいぐらい好き、うん、やっぱカムイはね、すごいよね。ず
っと出てるわけじゃないのにやっぱ出た時にわっ好きってなっちゃう。全部さらってくるね。やっぱそこの強さっていうかね、オーラというかなりたい。あとさ、あの移動便利だよね。あ、確かに俺結構低血圧だから朝起きた時に10時の現場とかだとふわーってなりながら、うん、うー眠いレシーって言ってこう頑張るんだけど、うん、そういう時でもギリギリまで寝られる、うん、確かにそういった意味でも、うん、睡眠時間確保なりたい。イカズチの速度で現場にもうスタジオ、うん、あ、村さん、あの大丈夫です、寝坊してもイカズチの速度できますよ起きたらもう勝ちですか、ね、起きたらもう勝ちですから、始まる時間までに起きてれば。そう、うん、素晴らしいよ。カムえ、どうどう、誰になりたいかな。結構でもそれこそでもクリムゾンは気になるけど、あ、うん、あ、ゲスやりよゲスやりよになっちゃう。いいね。そう、でもそれで言うとヘズラグレアもなりたい、うん、あ、そうなんだ、なりたいなんだねっていうところありますね、うん、2人とも2人とも、うん、2人とどっちがいいかな。でもね、そのスライム先輩いじめてるところとかいい表情してたしね。そあそこはね、芝居の雰囲気もガラッと変わってね、良かったですよ、うん、ちょっと下水キャラにちょっと憧れありますよね。なんかあ、そう、うん、なんかいいな。現実じゃ絶対にできないことだから、ね、こそね。そう、でもコロコロとか絶対私の思考じゃできないから、クリムゾンの思考とかヘズラグレアの思考が欲しい。確かに体、その人の体に入ったらできるかもしれないっていうこともあるからね、うんうん、自分が入った状態でも、はい、え、村瀬さんはどうですか。俺はね、どうだろう、意外とスターリアかも、うん、え、なぜですか。なんかすごくこう努力もしてるけどカリスマ性があってみんなを指揮してるじゃない、うん、俺ね、ゲームでああいう系のキャラクター好きなのよ。おお、そうなんだ、嬉しい。なんか戦闘に立って、まあもちろん、うん、あのつい さっきまでのね、あの先日までの戦いで、うん、自身もすごく頑張ってたけど、うん、どっちかっていうとなんかこう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 みたいな感じで指示して で、ね、でみんなのなんか気持ちもそうだし、うん、エネルギー的にも底上げして、うん、ちょっとボトムアップしてさ、ね、リーダーらしいリーダーって、はい、これ結構ゲームでね、僕そのチームのリーダーとか、うん、普通にネットゲームとかでやってたので、へー、確かについていきたくなるというか、そうなんだ、この人のために頑張ろうって思える、うん、原動力になる人ってすごいですよね、うんうん、やっぱそういうところにちょっと自分は、俺はね、どっちかというとその村瀬のこの体と含めた自分のマインドは物臭なので、そういうのやれないっていう感じなんだけどちょっとスターリアの体に入ったらシャキッとして、うんうん、いくぞってこうやれるかも。しかもなんか私、うん、スターリアって、うん、なんだろう、憧れのっていうよりもちょっとやっぱ愛されキャラでもあるところがまた良くて、みんなからのね、親しみやすい、愛が深いんだもん。親しみやすさが結構大事というか、やっぱ両方ともに良さはあるんだけど、うん、スターリアってやっぱあそこあれぐらい仲間から突っ込まれたりとか、うんうん、されるのもまたいいというか、いい関係じゃないですかね。でも信頼関係があるもんね、とても愛と。でもなんか嬉しい、村瀬さんに、うん、よかったね、もらえて。白いのさ、奪いたいからなのかなってちょっと一瞬思っちゃったから。え、やばい、下水じゃん違う、純粋だよ、全然全然全然、それはだってもうあの仙台だから大丈夫だよ、解決してる、何も終わったことしないでもらっていい、あのちゃんと思いを引き継ぐの。違う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 、そのまとめ方ダメなのびっくりした、もういけないいけない、あ、幸せですね。皆さんからのメールをご紹介いたしました。はい、ということで、いよいよね、今週末は18話が放送になりますが、りょうちゃん、見どころお願いします、はい、見どころというか、まあ、とんでもない終わり方をしてますし、まあ、最後はあの気になる感じで終わってますから、うん、まあ、リアネも首スパーン言ってましたけど、グレアもね、そうだよね、リアネにこうやってキュッてやってたところになんかドンバーンってなんかなってましたから、うん、どうなっちゃうのっていうところですから、はい、本当ですよ、本当ですよ、はい、今後の展開、うん、見逃せないのでぜひ、そうですね、はい、しっかり見ていただけたらなと思います。はい、ということで、今週末第18話の放送はですね、2月17日からスタートでございます。アニメの感想などは見たらリアルタイムで送ってくださると嬉しいです。以上、ふつおたコーナーでした。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、わらわ流ファクトオアフィクション、気を通じて他者の嘘や本質を見抜くことができるスターリア。今回はゲストの村瀬さんの嘘と真実の2つのエピソードのうち、どちらが嘘かを私日高がズバッと見抜きます。リナね、今日は気合が違いますね。いや、もうそうですよ、もうタイトルコールから、うん、もうだってヒロインの差が奪われちゃうかもしれないから。いやいや、でもそんなじゃないんだけど、村瀬さんすごい嘘がうまそう。え、いや、え、嘘つくことありますか。いや、嘘なんてついたことないです。あー、嘘うまそう。
に。でも分かった、私逆に嘘つけないタイプかなとも思うのよ、はい、なんか全部やっぱり、はいはい、本当のこと言ってくれるから信じるタイプというか、はいはい、厳しいことも言ってくれたりとか愛あるからこそね、うん、って思ってるから、うん、お芝居ってやっぱ嘘は違うと思っていて、自分とも騙して喋るかもしれないですよ。でもうわいいヒントもらった、やめて、やめて、ダメだよ、こっちの味方でしょもちろんね。でもちょっとクリムゾンの血が入っちゃった、ね、いやいやちょっとやばいやばいやばい。村瀬さんに嘘と真実のエピソードをそれぞれ一つずつ準備していただきました、はい、では早速お聞きしてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです、お願いします。では聞いてください、エピソードその1です。僕ですね、去年引っ越しをしまして、うんうん、その前に住んでたマンション結構長かったんですよ、うん、でそこのマンションが結構セキュリティがちゃんとしてて、はいはい、でこう入って、でその後になんかこうみんながくつろげるような感じのソファーとかがまあ置いてあって、あちょっと広い空間があって、でその先にエレベーターホールがあったんですけど、うんうんうん、夜に僕が帰ってきた時に普通の紙袋みたいなのがドンと置いてあって、うん、あ誰か忘れ物かなって思ってチラッと中見たら、信じられないぐらいお札が大量に入ってて、でそれもこのお札の束一つじゃないの、20個それが入ってて、怖い怖い怖いって思って、なんかこれモニタリングかなんかされてるってまず思って、で周り見るんだけど、でもああいうのってさカメラとかも全然わかんないじゃん、で、うん、っていうかまずどうしようお金って思って怖くなって、とりあえずそこのもうでも夜だったから管理会社に電話したんだけど、うん、出ないので、留守電に一応なんかこうロビーにこういうものがあったんですけどっていうこと言っても、これをさそのまま部屋に持ってくのも怖いし、ちょっとね、で置いたままにしてたら、うん、なんか持ち主の人が取られちゃうかもしれないから、ね、近くにある警察署に届けに行ったの、そしたら遺失物なんで一応その持ち主の人が名乗り上げた時に 10% 分返ってもらえる権利があるっていう風に言われて、でも大きすぎるお金だから怖くて、でも一応ちょっと それはちょっとその人見てから確認させてくださいって言って、でサインして、で後日、まあ、その日は帰って、で後日電話かかってきて、でその人がなんかお会いしたいって言ってるって言って、でこう来たらその遺失物のうち半分あげるっていう風に、いや言われたんだけど、いや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 そんなんできないですって、でもうちょっと額も額だし、で普通に身なりのいいおじいちゃんだったんだけど、全然僕は大丈夫なんでって言って、そこは断っちゃったっていうお話。すごいエピソードすぎて、ちょっと待って、そういうあれじゃないんですよ、上様来た時とか、うん、ゲスト来た時のエピソードとか、うん、私が最後食べたい、人生最後に食べたいのはなんか、うん、トマトみたいなそうか本当かみたいな話をやってるから、そんななんかでっかいエピソードを持ってきちゃうと変わってきちゃうのよ、うん、上様はなんかトマトタウンに住んでるから、うん、全然違うの、トマトタウンにいて芝居だけやってる生き物だから、きっと空想上の、うん、なるほど、エピソード1相当強かったな。で、はい、エピソード2は、はい、エピソード2も結構強いんですけど、僕たまにすごいはっきりしたなんかお告げみたいな夢を見るんですよ。でそこで神社とか行くのも好きで、うんうんうん、でパワースポッターみたいな感じで友達と行った時に、はいはい、お金ください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 ってずっと祈ってたわけで、そうしたらまあもう本当お金大好きだから、うち帰ってこう寝てて、で一回パッてなんか目が覚めた時に数字がなんか10個ぐらいこう浮かんで、何これって思って、はい、もしかしてそういうロトとかの、はいはい、でたまにこうなんか3口とかだけ買ってるから、なんか自分に縁起のいい数字だけ、うんうん、でその数字なのかなと思って、ちょうどその数字内に収まるしなと思って、でその10個から考えられる組み合わせを、うん、で10口ぐらい買ったの、はい、そうしたらそのうち6つ当たってて、で結果的にでも3等が当たったので、3等でもいくらだっけ、40万ぐらい当たったんだけど、でも恐ろしいのがその10個の組み合わせの中から本当にその中にその6つがあって、だから10個と言わず100個ぐらい全部その組み合わせの通りを試してたら俺億万長者になってたっていうエピソードです。すごい、両方ともお金エピソードできましたね。ねえ、本当だ、お金なんだ、私もやだ、大好きだから、大好きだから仕方ないっていうエピソードです。待って、両方ともすごくない？怖い、怖いね、うん、ちなみにこの、うん、2個目のエピソードはいつぐらいの話なんですっけ？その去年です。去年、両方とも去年なんだ、はい、もう1個の方は引っ越す前だから3年前。3年前、うん、なるほどね、どっちも強いな。へー、
お難しくて、え、分かった？なんかどっちもぶっ飛んでてどっちも嘘みたいで、いやどっちも嘘みたいだから本当なんだろうなって思っちゃって、両方ともやっぱ同じぐらい強めだけど、うん、え、分かり、ま、で、うんと、2個目のやつが去年で、はい、もう1個目はもっと前か、そうですね、3年前、なるほどね、分かりました。お、じゃあ行きます。はい、嘘のエピソードは一つ目、じゃあキャラクターも忘れちゃったキャラクターも忘れちゃった、ファイナルアンサーですか、姫、笑顔がやばいわ、ヒロインの顔が奪われるかもしれない、うん、はい、ファイナルアンサー、嘘のエピソードはすごいセルフセルフ2番でした。全部さ、ゲストさんのエピソードさ、はい、そうですね、外してる今のところ。あ、え、そうなの？あ、一番のは本当です。だってさ、そんなエピソードあったらさ、私さ、うん、会うたびとりあえず現場で話すよ、ね、みんなに言っちゃう、聞いてよみたいな、うん、いや、2年前ねとか、去年ねみたいな、引っ越したからもう言うんだけど、怖くて、やっぱ俺お金大好きなんだけど、うん、普通の、うん、あの紀ノ国屋とかの紙袋の中にブワンってお金が大量に入ってるから、確かに出所のわからないお金とか怖い、ね、怖いの本当に。しかもだって物、金額も金額ですからね、うん、でさ、その届けるでしょ、うん、で後日会いたいって言われるでしょ、死ぬみたいな、だから怖くて本当に受け取れなかった。確かに 10% を奪おうとしてるものとしてなんかね、見てる可能性もあるわけですから、ね、同じマンションの住人である可能性が非常に高いわけじゃん。確かに確かに結構怖くて、うん、え、その理由は聞けたんですか、なぜそこに、うん、何も、もう怖くて普通にお会いして、うん、だから結構ねビビりなのよ、なんかそういうとこだから、普通に あ村瀬ですみたいな感じで言って、で、あ、なんか君がみたいな感じで普通に話すんだけど、はい、いや、すいません、もう大丈夫ですって言って、もう放棄しますって言って帰っちゃった。お金好きだけどちょっとどういうお金かも分かんないし、怖いってなっちゃって。え、じゃあ逆にエピソードには何が嘘なんですか。これは3等が当たったっていうのが嘘なんです。でも6つ当たってて、6等と5等はめっちゃ当たってんので、なおかつ10個の中からあの全部の通り選んでたら1等だったっていうのは本当なの。へー、じゃあもう嘘じゃないよ、本当だよ、もうこれは本当です。だから3等の40万とかは当たってない、5等6等ばっか、でもほぼほぼ一緒ですよ、もうすごい。いやー、そうなんです。また夢で数字出てきたら教えてください。下水ぞ下水ぞ、やっぱオーロラ見なきゃいけないので。そうだ、オーロラをね、オーロラ、ね、はい、オーロラ1000回ぐらい見に行こう。そうです、ね。そしたらこのクルーで全員できる。そうですね。そういう感じでした。すごい、全然わかんなくない、エピソードが強いですね。みんなうまいよね、うん、トマトもありましたけど。そう、でも嘘のコツをちょっと漫画とかゲームから学んだんですけど、はい、大体その嘘つきの人物が言うのは、はい、嘘はあのいっぱいの真実の中に一部だけ嘘を入れると一番いいみたいな。あ、やっぱそうね、みんなだから全部の嘘じゃないのがね、うん、そう、全部最初から作っちゃうと破綻しちゃうから、うん、へえ、でも嘘も上手になりたいです。そう、やっぱもう読んで勉強するしかないのか、うん、いやでも土屋ちゃんのおかげかな。自分自身も芝居するっていうね、それがヒントできちゃった。絶対、いや嘘上手いわ、嘘上手いだわ。でもね、嘘はね普段言わない、ごまかすことはするけど、うん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 、あの嘘は言わないっていうのは普段ポリシーにしてるから。でもなんかそれはね、うん、感じてて、うん、なんかやっぱ言ってくれる言葉とか、うん、感想とかもきっと本当に思ってくれてるんだなって思う、うんうん、思ってることしか絶対に言わない、うん、言ってくれるから。いや、でも悔しいわ、ここまで全滅だとはな、はい、でもこれで心置きなくちゃんとヒロインだけど、違う、そんなね、嘘もできちゃう正統派、違う、うん、このヒロイン最高。このヒロイン最高ってヒロイン言わないわ。そうやな、それはせや。いや、すごかった、さすがでございました。ということで、このコーナーでは皆さんから嘘と真実のエピソードを募集しております。嘘のエピソードには本当のことも書いて送ってきてください。以上、わらわ流ファクトオアフィクションでした。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、お送りしてまいりましたアニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオも、そろそろエンディングの時間となってしまいました。
ここで作品からのお知らせです。はい、まずは放送配信情報です。テレビアニメラグナクリムゾンは毎週土曜に東京 MX BS11 MBS にて絶賛放送中です。また D アニメストア U-NEXT アニメ放題では地上波先行にて配信中。さらに Hulu、ABEMA、ニコニコ、レミのその他配信サイトでも配信しております。お時間などの詳細は公式ホームページをチェックしてください。続いては主題歌情報です。オープニングテーマサジの官能性リベレーション、エンディングテーマは小林渡さんの空に締め言うです。それぞれセカンドクールに寄り添う楽曲となっておりますので、アニメと合わせてたくさん聴いてください。続いては原作情報です。原作コミックスは1巻から13巻まで好評発売中です。最新話は月刊ガンガンジョーカーにて連載中ですので、こちらもぜひチェックしてくださいね。その他アニメに関するいろいろな情報は公式 SNS をフォローしていただき、最新情報をチェックしてくださいね。はい、お願いします。はい、番組では皆さんからのメールを募集しています。わらわ流ファクトはフィクションへは、ありそうでない嘘のエピソードと嘘のような本当のエピソードを、空想軌道重視隊へはリスナーの皆さんの素敵な思い出を私がポエムにしてお届けいたします。集え強者元気職人へはお題に沿ったアルミホイルアートを、現在募集中のお題は10です。優秀な元気職人にはステッカーをプレゼントいたします。ぜひチャレンジしてみてください。またふつおたコーナーでは私たちへの質問やアニメやラジオの感想もお待ちしております。すべてのお便りの宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオまで、メールの場合は rc@joqr.net まで送ってきてください。公式ホームページ内にある投稿フォームからメールを送ることもできます。たくさんのメッセージお待ちしております。この番組はキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルでアーカイブ配信されます。聞き逃してしまった方、何度も聞きたい方はぜひチェックしてください。ということで銀装兵団ラジオ第19回、2週にわたってね、村瀬ゆむさんにお越しいただきました。楽しかった。楽しかった。そう、止まらない止まらない、ずっと話してたねえ。いや、なんかでもお二人も本当にトークがめちゃくちゃ面白くて、ついつい喋りすぎておしゃべり大好きおじさんが起動してしまいました。いや、もうすごい。でもまたね、いっぱいお話ししたいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで次回ですね、スライム役のファイルーズ愛ちゃんがゲストに来てくださいますので、楽しみにしててください。はい、それではアニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、今回の任務はここまで。お相手はスターリア役の日高里奈と、ヘゼラとグレア役の土屋リオと、クリムゾン役の村瀬歩でした。せーの、またねー。